はい、船に乗りまして大崎上島に向かっております。おー大崎上島大好き、ね、心と体が、はい、喜ぶ新スポットよいしょ紹介します。今松本さんに足りないのは、はい、うん、無です。無、何もしない、喋らない、静かにする、これが松本さんです。そうなの、静かにするイコール、うん、心の安らぎにつながると、うん、ね、すごい、何でしょう、もう陶芸の作品がずらー。うわー、これはどうされたんでしたっけ、作品は。穴窯で焼いた作品なんですよ、はい、もういよいよ穴窯というのは広島県でもほとんどやってない、日本全国で珍しいという穴窯、うん、私趣味でやってるからできるんです。プロの人はやってないと思う。こちらはどんなことができるお店ですか。無料で陶芸体験ができるし、コーヒーもうち美味しいコーヒーも、おーすごい、これ無料なんですよ、すごいね。あ、ここで、いいですね。お、邪魔します。ちょっとね、どういう風にするかちょっとね、はい、最初に私がやってみましょう。ここだ、はい、お、手はしっかり濡らして、これね、水拭きって言ってね、しっかり手は濡らすんです、はい、で回転して私がこれ今日何作るんですかね。今日何を作りますかね。じゃあお茶碗で、お茶碗で、お茶碗、はい、でこれ広がったの分かります。はい、分かります、ね、広がったらこれを今度縮めてやると、押さえてやると縮まる、はい、穴がちょっと深くなる、はいはいはい、なんか手を入れて、指を入れてね、はい、で回転させながらこう粘土をこう薄くしてやるわけです。薄くすることは伸びるいうことね、はい、鉄でも一緒に伸びるでしょ。うわー、ちょっと音がきれい、きれい、素晴らしい、ね、失礼いたします。あ、すいません、エプロン姿も素晴らしい、エプロン姿も素晴らしい、もうこれくらいから褒めんとねやる気をずっとこうテンション上げないから、すでに褒めてもらってる。このお肌欲しい。綺麗になりますよ、これ。綺麗になりますね、これ。泥パック。泥パックですね。なんだ、お茶碗、お茶碗、無ですよ、無ですよ、松本さん。無ですね、無ですね。雑念が入ったらいけませんよ。はい、わかりました。爪が素晴らしい。あ、ありがとうございます。相当無駄でかけてますな、これ。ちょっと、まあ女性はね、はい、少々あの。お金はいとまんからね、美のためにはお金はいとまない。ちょっとすみません、褒めてませんけど褒めてませんけど、いい、今はあの晩ご飯何しようかね、考えてないでしょ。考えてないです、それ無になってますね。お、これが無ですよ、松本さん。だってこのね、くるくる回るのをね、こうじっと見ながらね、この土の世界に引き込まれていきそうな感じ。あ、無になってますね、素晴らしい。いいですか。はい、うわー、怖い怖い怖い、ね、素晴らしい、すごい可愛いのができました。わー、素敵なのができました。見てください、この渦巻き、もうあなたに夢中、素晴らしい、すごい、すごい、すごい、あ、すごい、すごい、すごい、あ、広がる、広がる、ほら、おー、上手、そうですよ、そうですよ、これはなんか大ちゃんの、わ、綺麗、素晴らしい、どうです、うまい、上手、10年に1人出るか出るか、10年に1人の逸材、素晴らしい、すごい、10年に1人の逸材、逸材、もうすぐ帰ってすぐ退職願い、退職願いを陶芸家になります、まあ、完成できました、すごい、この中の渦巻きがおしゃれですね。ありがとうございます。5月ぐらいに、わ、本当ですか、やりとく、じゃあコーヒーいただきたいですけど、はい、コーヒー飲んでください、ぜひ。すごいこだわり屋さんなんですよ、ね、コーヒーこだわってますから、ね、私が飲んでこれは美味しいなというコーヒーをね、5種類用意しております。で、豆も全部手でより分けるんです、はい、雑味が出るので、あの未成熟の豆とか、はい、あのかけた豆とか全然ないです、絶対ない、全部手でより分けるんです、ピックハンドっていうね、できたものを全部こう、そうそう、2割ぐらい使えないから、わ、いい香りがする、ここ開けてくださっただけで、ね、すごいいい香り、だから豆もいいんでカップもこだわってます、はい、高いのは6万円のがあります、高いの6万円のカップ6万円、はい、沖縄から北海道まで、あの作家さんのものが多いんですけどね、はい、うん、選んでください、お好きなのをどうぞ、これ好きなので、はい、はい、
ここはあの一流芸能人である松本さんの目利きかな。ここでご覧ください。え、カップいろいろありますね。うわ、すごいいっぱいある。さあ、6万円のカップを。え、ちょっと、どういうこと？一流芸能人の松本さんになると、目利きかな？目利きかな？こちらになりますからね。ちょっと、あ、そっちもあるんですね。じゃあ、松本さん、どれですか？買ったかも。一番お高いカップは、そっと出してください。こちらですね。これちょっと出してもらっていいですか？ちょっといいですか？はい。これ兼業有田言いましたね。有田有田ですよね、この、はい、これ15,000円ぐらいね。え、それでもお高いけども、そうなんですか？そんなのない。家計もありますから。家計も。わかりました。あ、ヒント？こちらですね。ブー。あ、すぐ家計もって言ったらすぐ高い。名前で負けちゃうじゃない。名前で負けちゃう。え、だってこれじゃないんですか？違います。家計もおいくらで？5万ぐらいでね。5万ぐらい、うん、本当に6万円のは、あの黒い分で漆なんですよ。これ持ってください。これ輪島へ今大変なことになってます。はいはい、買いに行ったんですよ、輪島へ。あ、こちらですか。これ漆ですか。漆なん、軽いでしょ。軽い。え、これ木です。軽い。うわ、綺麗。これ螺鈿ってわかります？貝殻を採掘するホタルのお尻に赤い貝殻と青い貝殻をしたんです。こっちが赤でこっちが青かな。うわ、すごい。螺鈿にしたんですよ。螺鈿なんですね。金蒔絵のね。貝殻でホタルの光を、お尻のね、光を出す。それも赤い光と青い光を出す。うわ、螺鈿細工。いい仕事してますね。漆のコーヒーカップなんて初めて。どうぞ。いいんです、これでいただいて。うわ、すごい。じゃあ私漆のコーヒーカップで。じゃあ僕は家計もんで飲んじゃおうかな。どうぞ。じゃあ家計もんです、から。そうですね、はい、飲んでみて。はい、じゃあちょっ ちょっと冷えたこの、じゃあインドの、うん、原産の、この漆の高級カップでいただきます。うんうん、あ、なんか違いますね。美味しいでしょ。美味しい、うん、なんか苦味が深いというか、うん、すごい。器がいい、また特に器がいいからもう、うん、口触りもいいし、わあ、美味しいです。ぬくいものは5度しか冷めんっていう、冷たいものは5度しかぬくもらんって言います。保温力もあるんですね。すごいですね。軽装度を塗り込むんでね、輪島は。これが美味しいなんです。じゃあ僕は、はい、有田焼のこの家計門先生の、うん、飲んでください。カップで。僕のがあのパナマでしたかね。そうです、薄いやつです。一番フルーティーなやつ、はい。あ、これは本当だ。うん、ノン苦味。おー、うっすらスーッとこう酸味とね、うまみだけ。女性に人気がある。へー、これは飲みやすい。そうです。へー、美味しい。こだわりのコーヒーとね、カップでいただきながら、チーズケーキご自身で作られたんですか？私です。すごいですね。しかも大きいですね。一つはね、この島特産のブルーベリーをいっぺんジャムに炊いて、それから練り込んでます。もう一つは梨のね、プレーン。島のブルーベリーっていうのがまた嬉しいです ね地元のものを ねお使いになって。夏しか取れんのに、あ、で小分けして冷凍しとるんですよ。あ、なるほど。7月8月になると出てきますからね、新しいの、ね、今からですよね、はい、だからこれは去年の分です。おお、はい、あ、爽やかですね。なんすかこれ、もう夏が来たような爽やかさね。今からの、うん、あの酸味よりも甘みですねこれね、うん。こちらブランデーを、はい、かけてみてください。かけますよ、うん、ブランデー。おー、結構たっぷりかけちゃった。飲む口持ってるな。飲める口ですね。飲める口ですね。飲める口、いいね、いいね、いいでしょ。いただきます。あー、うーん、おいしい。これまたこれあるなんで、ブランデーあるなんでね。あり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 、コーヒーあるからね、いろいろ難しいところもあるけど、ね、いやいや、好きな人はね、絶対おいしいです。私が好きですね、このブランデーチーズケーキ、はい、すごい、いや、おいしいです。
りしっとりして、でもここ本当にあれですね、陶芸をして、はい、コーヒー飲んで静けて、もうなんか本当に癒されますね。でしょ、うん、だってこの経営者がいいからね人柄がいいからね、ちょっとこれ褒めてくれ、ね、もうおっしゃる通りです、おっしゃる通り、誰も言ってくれないから自分で言いますよ